ございます。左行ったら猿石がね、ちょっとね、前方向にしてはね、気温が小さいんだけどね、形は綺麗に残ってますけど、ただね、どうも金平線の量は丸山頃じゃないかとも言われてるしね、あちらのが超巨大ですからね、奈良県で一番大きいんでね、まあ、5はね、残ってないんだけど、なんか真ん中の、丸山の公園部だけは宮内庁管理になってるんでね、あとは高津って、あれは柏崎市の管理になってるかな。やっぱり18番の音がね、で行くところ行くところね、あの音が閉まんねんけど、これやっぱりか、しゃあないね、あれがなかったら、あそこ村じゃないもんね、これすごいね、これ、なんかすごいやな、ここでね、真ん中にちょうど棒が終わっとるんで、その横はね、棒のやつとかはもう違うものがあるんで、こんな感じのね、すごいか。これ見たらね、ほら、金平線の記録が蓄えるようになってるでしょ、ね、そういうことでございますよね。さっきしか分からへんけど、まあ年代がそんな年代で言ってましたからね、立ち入り禁止でございますね。ここまで行けねえな。ここはこっちないやろ。ここでもな。ここ回れんからいかんもんね。回らしてくれたらね、そういうこと回んねえけど。ねえ。これもすごい素晴らしいね、これ。すごい素晴らしい、素晴らしい。この宮内庁の方がね。はい、ちょっと上から見せます。ここからね、見えてるのはちょうど工事したからしゃあないけど、こんな感じのね、ちょうど工事中ですね、見ながらね、はい、見えてるのは、見えてるのは、はい、あったまに来るといつも来るんですよ、これ、この音。わー、今まで撮ってるのあったまらのあの、ね、動画って、だいぶ入ってるね。ずいぶん入ってる。お、これ、両回れんのかね、これ。両がこう、下降りたことないな、これ。あ、これ、来れるようになってんだ。しかしちょっと無理やな、これ。な、おうおう、大きなみかんがいっぱいなってますわ。どこまで割れば、これまでかな。そういうことかね。これここまで、これ来ないじゃん。まあそりゃそうそう。昔はみんな天皇の行事やしててね、言ってみればすごいや。俺もや、俺のもや言うてね、国の皇帝とかそういうことで、皇族たちがね、なかなか文句言うけど、天皇のもや言うてね、あれやっぱり、ね、あれはそういうことが大変だったから仕方なかったんだね。すごく楽しいんでね。学校騒乱言うて、中学の歴史書にね、書いてあるぐらいやから。だから、弥生時代の後期になると、どういう思いなんだろうな。
してね、猿石がありますね。猿石行ってみようか。猿石のとこは誰だっけ、キビメイオ、キビ、キビからいっぱい来てあるからね、こちらの方にね。キビ塾の名前があちゃこちゃ出てるから。